はい、ドラゴンクエスト 8 3DS リメイク版実況プレイの第43回やっていきます。前回は、ベルガラックの、なのになんとかさんの後継者争いを兄弟でしているのを、まあ、手助けするために竜骨の命中に出てたわけですが、そこで2体の鬼のモンスター、鬼でいいのかな、鬼のモンスター倒して後継者争いが無事に、まあ、決着してベルガラックのカジノが再開してしました。なのでベルガラックのカジノを少し遊んでからストーリー本編をやっていきたいと思います。どうやって遊ぶんだろう。十字ボタンでコインを投入、 A ボタンでストップ、 B ボタンでやめる。押しするな。外した。スタート。ベッドマイス変更。なんか、なるほどね。とりあえず10までいいや。うん、ミスだよね。当たんないじゃん。どうやってやるのこれ。どれで始めきるんだろう。10回で当てないといけないか。15、積み越すといけないの。10、12、全然揃わんじゃん。ダメじゃんこれ。ちゃんと18来ないでしょ。ダメだ、厳しすぎる。あ、もう無理じゃん。この時点で取らんじゃん。スロットマシーンとビンゴゲームと、あと何だろうね。繋がるのか、屋敷とこのカジノ場が繋がったのか。ちょっといまいちこれ勝てる気がしないので、コツを聞いてからもう一回遊びに来ようと思います。ベルガラックのカジノでのお遊びはこちらにして、ではおばあさん救出に向かいましょうか。よかったかな。でも直接こっち行けばよかった気がするんだよね。こっちは薬草を栽培する場所でのイベントが進行。ダーフール早くこっちに来なされ。結果いた。こ
この結界の中にいればもう安心ですじゃ。あのような悪しき者はこの中へは入ってこれませんからの。おばあさんすげえ。何かもっと邪悪なのに、まあそれがラプソンだよね。邪悪なる魂を封印する杖。新潮の島。これで全部読んだかな。今の音は。それにこのおぞましいまでの邪悪な気配、どうもただごとではありませんな。そうだね。主人公が見に行くのか。小屋が燃やされてる。あの犬じゃん、ケルベロスじゃなくてレオパルドか。グラッドが襲われてる。すまない。君たちの後を追ってきたら突然この黒犬に襲われて。また貴様たちか。どこまでもしつこい奴らよ。これってラプソンの声なのかな。だが今は貴様たちの相手をしている暇はない。賢者の血を引きし者よ、観念して出てくるがいい。さもなくばお前の血を引く者、この男の命はないと思え。母さん、出てきちゃダメだ。こいつは母さんの命を狙って。来ちゃダメだ。来ちゃダメだって言ってるだろう。ほう、これは驚いたね。わしを呼んでるようだから出てきてみれば、なんと相手が犬だったとは。じゃがただの犬ではないね。匂う、この邪悪な臭気がお前さんの正体を教えてくれるよ。そこまでわかっているなら我が望みも知っていよ。おとなしくその命我に捧げよ。何にしてもまずは人質を話すことじゃねえ。話はそれからだよ。お前には何一つ要求する自由はない。黙ってこちらへ来るのだ。やれ。さすが獣の姿をしているだけあって聞き分けのないやつだね。いいだろう、今そっちに行ってあげるよ。ただいま最後の鍵を手に入れた。最後の鍵を手に入れた。後のことは頼みましたぞ。息子のために命を投げ打つのか、ミニバーさんは。よくぞ来た、賢者の末裔よ。今その命借り取ってくれよ。だが何も怯えることはない。すぐにお前の息子にも後を追わせてやるのだからな。やはりそういうことかい。でも婆さんが相手だからって何でも思い通りになるとは思わないことだね。ほっ。貴様、何を。どう
じゃねえ。ヌクソウの粉はよく効くだろう。さあ、バフ、お行き。ヌクソ杖。マジかよ。なんで今助けられんかったんだ。なんで今助けられたんじゃないの。これがふざけた真似を。これでは目も鼻も効かぬ。だが残る封印はあと一つ。あと一人。最後の賢者を葬れば我が魂はこの忌まわしき杖より抜け出せる。やはりこの子でラプソーの声なのか。でも今助けれんかったのか。おばあさん、目の前でやられちゃったじゃん。やばい、なんか邪魔な姿だ。ようやく追いついたんだから逃がさないわよ。こいつら戦うわけか。ただこいつらはただの雑魚だ。家が後ろにあるのか。バッスルフェンたちをやっていた。バッサーの巻き殻が。逃げられてしまう。なんてことだ。俺があの黒犬に捕まったばかりに、ようやく謝ることができると思ってたのに、俺のせいで。悲しいシーンだ。お墓だったようだ。あの黒犬は東の方へ飛び去ったと言ったね。東か。確か東には鳳凰の住む島があったはず。聖地ゴルドかな。君たちは黒犬を追って旅しているんだろう。だったらお願いだ。二度と母のような犠牲者を出さないよう、あの黒犬を追い詰めて必ず奴を倒してくれ。あんたに言われんでもそのつもりだったんじゃがな。やっと追いついたのに飛んで逃げられてしまうんじゃ。どうしようもないではないか。そうだ、レティスだ。相手が空を飛ぶならこっちも空を飛ぶもの。神鳥レティスの力を借りればいいんだ。実はこの遺跡の祠にはレティスについて記された石碑があるんだ。確かそれには神鳥レティスは邪悪なものと戦うとか書かれていたはず。レティスならきっとあの黒犬との戦いにも力を貸してくれるに違いないよ。神鳥レティスの話を聞きました。偉大なる薬師にして我が愛する母メディここに眠る。と刻まれている。レティスを仲間にできるのか。
きなさそうだ。全部読んだんだけど、もう一回見た方がいいのか。村長の島と呼ばれしの断崖ここの人ですに行くのないけど正しく道の島された海賊にいる。結局よくわからんかったの。海賊というのがどこにあるのか見当もつかんし、まあ仕方ない。とにかく黒犬が逃げていった東の方へ奴を追うことにしようぞ。完全に家も寝ちゃったせいか。これってもしさ、この家の中の小さなメールとかたち、これ取ってなかったら、永久に取り、手に入らなくなっちゃうのか。で、お孫選ぶとしてもいいでしょ。全部燃やされてしまった。世界地図。東の方。聖地に行くのかな。とりあえず今回はおばあさん、どこになるんだっけ。メリーおばあさん、メリーばあさんを助けようと、あそこ祠の方行って、祠新町レティスについて刻まれた場所に行ったんですけど、今主人公の目の前でおばあさんは黒犬のレオパルドにやられてしまってて、あの飛んで空を飛んで東の方へ行ってしまったレオパルドを追うために次回は海図、新庄レティスに出会うために海図を探しに行こうと思います。今回はここまでにします。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回からのモチベーションにつながります。ではまた次回。 See you next time. Bye.